無感で全然満足する。お湯つけて。お湯で洗わない。洗剤ついちゃうのやろこれ。つけちゃうから。はい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 。これ下にタライの中に入ってないやつも。タライ。タライなんか洗剤ついちゃうこれ。外のやつ。ここの外のやつもついちゃう？これはそれも全部ついちゃう。洗いしたと思う。下？うん。熱。すんげえ感じ。あんまり熱いのじゃないのでも。切れんの風呂わかる風呂わからん。基本的にこれ俺やるやったらこっちの酸性でやった方が綺麗にのくもん絶対。モーナーさんおせつやつ、そのためのこれあれやる。外のやつもついた言うからね。アロちゃん言うたろ外の、洗剤はついちゃうもんとしてあるんで、ついてます。洗剤はついちゃうけどお湯で洗わなあかんと思うけど、まあ、なんて言うた？何？あんたはそう思い込んでるから、それがいいと思うんやったらそれでやりなさい。おばあちゃんお湯の方がいいと思うけど、湯は手が荒れるから嫌って。あ、確かにそう。あのお湯を使うたらね、お湯を使うたら本当に良くなる。こんなに食器をいろいろ使わないでも一つでまとめたいみたいな感じや。うん。だって預けないわね。食器もすごいね。一回どうするんやったら、どうしたらもうどこ行ったか。あの物置をちょっともちろん買ってみた。を立てたからそこへ。これ片方しか壊れてなかった、ね、両方壊れてある。なんか害にあったのか知らんけど、両方壊れてある。もうかねえかね。あの扱いがね雑なんや多分どっかへ。でもおばあちゃん悪いんです。いやそういうことじゃない。
昔ね、本当面白いこと言った、言ったんよか。何？あのね、全部私が悪いんです、言ってね。うん。そこの鳥のうんちも私がしました、言って。誰が誰がそういうことを言いよった。まあ、笑い話よね。がある。ええわね。全部私が悪いんです、そこの鳥のうんちも私がしました。いいよって、おばさんがおった、うん、そういうのは平和で悪い。ありがとう、はいはい、助かりました。はい、また明日の分もよろしく頼みます。はい、こちらこそどうしたけど助かる。あ、そう、もう一人だったらね、うん、もっともっと何時間かかるのかな、うん、まあ、これちょっとやってるからな、はい、どうぞ見てください、うん。